独立行政法人国立病院機構富山病院は、富山県富山市の医療機関。独立行政法人国立病院機構が運営する病院である。富山県立の結核療養所として設立され、現在も富山県の結核治療の最終拠点となっているほか、政策医療分野における重症心身障害への医療、生育医療の提供を行っている。1938年に富山県立ふるさと保養院として設立、戦後に厚生省に移管され、国立療養所ふるさと保養園となった。1968年には国立療養所富山病院と改称、2004年には独立行政法人への移行により、国立病院機構富山病院となっている。現在は外来一般診療のほか、政策医療を担う旧国立療養所系の医療機関として設立以来の実績を有する結核、慢性呼吸器疾患の治療、重症心身障害児、者への医療、療育、小児慢性疾患に対する生育医療の3つを中心とした専門医療を提供している。結核に対しては富山県の結核医療の最終拠点として整備されており、重症結核、多剤耐性結核への治療のほか、高齢者施設での集団感染、流行国からの感染者流入といった新たな脅威に対応する。また、慢性期の呼吸器、循環器疾患への医療に取り組んでおり、在宅酸素療法を積極的に導入している。1968年以降は、重症心身障害児、者への医療を提供しており、生命維持において、医療的介入が必要な重症度の高い患者に対応可能な富山県内で唯一の病院となっている。在宅患者支援に積極的に取り組んでいるほか、多数の小児科医が在籍する体制を活かして、平日の午後11時まで小児科医が院内で待機する小児救急医療体制をとっている。小児科専門スタッフにより、てんかん、気管支喘息、腎炎、ネフローゼ症候群などの小児慢性疾患の治療に当たるほか、摂食障害、不登校などの適応障害、心身症にも隣接する富山県立ふるさと支援学校と連携して対応する。2004年に運営主体がそれまでの国立療養所から国立病院機構へと独立行政法人化されたことをきっかけに全国の国立病院、療養所で病棟の建て替えが進み、富山病院も2017年11月に外来棟が建て替えられ運用が開始された。専修学校として附属看護学校が設置されている。設置学科は看護学科のみ、3年生で1学年の定員は40名である。令和2年度の入学生をもって学生募集を停止すると公表された。よって令和5年度に閉校となる。ありがとうございます。